たのかなって一瞬思っちゃった。どうしました？すいません、ごめんなさい、もう一回いきます。すいません、クイズ、アコちゃんに叱られる。もっと聞いてんじゃねえよ。好きやらば全部タイトルコールみたいな録音にしようとしてます。ごめんなさい、今気がついたから、はい、電話で参加していただくクイズコーナー、アコちゃんに叱られるです。見事正解されると賞金1万円を差し上げます。はい、お答えいただく方はファックスメールをくださった方の中から抽選で選ばれた幸運な方です。はい、まずはスタジオから今電話をかけます。はい、誤解ないコールに出てください。もう本当に一瞬口にしちゃうからね。はい、2回3回。はい、もしもし。はい、もしもし、あこちゃんです。わーこんにちは。こんにちは。福井県から。おー、ありがとうございます。福井県福井市のラジオネーム、はい、旦那様大好きな子って書いてあります。あら、あ、はい、そうです。ありがとうございます。今日は福井はなんかさっきのあのメールで穏やかなお天気って言ってましたね。そうですね、すごく秋晴れで気持ちがいいです。あ、さあ、いいですね。はい、さあ、頑張ってくださいよ。まずは問題です。はい、よく聞いてください。はい、最近アコさんがよくコメントされることが、多いクイズの問題です。アコさん曰く、はい、誰も文句言わない、はい、みんながいい気持ちになるのは、はい、パンダとホニャララ、これに最近新庄が加わったという言い方をしてますが、いいですか。パンダとホニャララ、最近新庄が加わった、このホニャララとは何でしょうか。はい、1番ナイナイの矢部さんの歌、はい、2番サンドイッチマンからの貢ぎ物、はい、3番大谷翔平選手、はい、4番ペッパーくん。はい、さあ、聞いてました。え、聞いてました、聞いてました、聞いてましたね。はい、じゃあ今の問題の答えは何番。はい、3番の大谷選手です。おめでとうございます。はい、そうですね、簡単な問題でしょ。簡単でしたね。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。いや、なんか福井から本当にかけていただいて正解した。もうね、ダメだったら答え教えちゃおうと思ってたんだ。いや、でも見事正解。うん、はい、ということで、ヨガヨロダンスいつもドライブしながら聞いてくださってるという。聞いてます。はい、ありがとうございます。旦那さん大好きな子って書いてありますから、お幸せにね、仲良くね。ありがとうございます。はい、おめでとうございました。してます。ありがとうございます。ということで正解は3番大谷翔平選手でした。はい、以上クイズアコちゃんに叱られるでした。